はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。今日はこちらですね、変身デバイス、忍者スターバーガーです。はい、こちらですね、スター忍者の変身アイテムですね、ハンバーガーをモチーフにした変身アイテムです。かなり変わってるね。こんなハンバーガーで変身するなんてありえるの？これね、これあのこれを開いてシーチェンをセットして閉めると本当にこのシーチェンがチーズになって、これパンです、これパンでしょ、これ卵でしょ、これチーズでしょ、そうそう、これトマトでしょ、レタス、レタスでしょ、これトマトでペッパーって感じだよ。そうそうそう、お肉ない、うん、お肉じゃあ早速開けてみましょう。うん、結構なんか変わってね、箱だよね、これね、うん、よいしょ。また、どうぞ。お、説明書ですね。そうだね。こちらがスター忍者手裏剣、で、これが忍者スターバーガーですね。じゃあ取り出してもらえますか。はい、じゃあスターバーガー、はい、はい、こちらが忍者スターバーガーですね。携帯みたいな感じになってるんだよね、うん、ここにいろいろアプリが出てますね、うん、ただこれは押してもなんもないね、ただプリントされてるだけです、うん、これ残念だね、うん、アプリチェンジャーみたいにさ、なんかちょっとだけ音鳴れやかった、うん、はい、で、このスターバーガー自体はこのような感じで閉まるんだけど、特に電池とかはこれ必要ないみたいだね。ないねえ、うん、ということは忍手裏剣の音だけなんだ、うん、あらー、そうなんだ、ちょっと残念、うん、そしてこちらがスター忍者手裏剣ですね、うん、ちゃんとスター忍者のお顔ついてるね、うん、このゆるとこは星って書いてあるね、うん、で裏側に絶縁シートが入っております。じゃあちょっと絶縁シート外してもらえますか。はい、 OK、 はい、じゃあボタン押してみようか。あ、もうこういっちゃった。あ、よかった。ちなみにブレードをつけるとスター忍者手裏剣ってなるね、うん、これは他の忍手裏剣と同じだね、うん、ではこの忍者スターバーガーに忍手裏剣をちょっとセットしてみようか。はい、あ、これだけはならない、うん、このボタン押すのか。ああ、そうだね。で、これ回す？絶句しちゃったね、今ね。てんてんてんだったね、今ね。こんな感じなんだ。ちょっと浮いてるね。でも、ハンバーガーになったよ。で外すときはですね、こうつまむと取れますね。よいしょ、あ、取れた。こんな感じ。ではこのスターソードガン、これにもセットしてみようか。え？おお、アイムスターって言ってる。なるほどね、うん、でもこれ連動してたね、うん、I'm star って言ってたね、うん、なるほど。これちなみにガンでもなる？おお。で？忍者ショット。ああ、OK だね、ちゃんと連動してたね、うん、あ、ちなみにこっちだったね、ごめんごめん、こっちかとまた間違えちゃった、うん、じゃあ、エイシン君さ、ちょっと大変無茶ぶりで申し訳ないんだけど、うん、この忍者スターバーガーとスター忍者手裏剣とちょっと変身してもらっていい？はい、そっち、シーちゃん、シーちゃん、あら失敗してたけど大丈夫かな。スター忍者になっちゃった。しかもこんなちっちゃいの。
ちょっと失敗しちゃったからじゃないの？そんなことないよ。え、これで完成形なの？これ完全に失敗でしょ。まあいいや。はい、ということで今回は忍者スターバーガーとスター忍者手裏剣でした。